ほらみんな、せっかくなんだから早く入って楽しもう。はい、ロッカーの鍵。はい。いやー、もう楽しみですなエミはお風呂好きなんだ。うん、お湯に浸かってまったりしてる時が人生の至福の時だなと。あー、わかるわかる。だよね、家でもいつもついつい長湯しちゃってね。うんうん。あ、みゆきちゃんの長湯記録って最高どのくらい？2時間くらいかな。あ、でも家族で温泉行ってたりすると出たり入ったりでもう一日中だったりするしな。素晴らしい。なんか私の友達ってお風呂早い子が多くって、うちの黒野くんなんかすんごい早いの。それうちの京ちゃんも。本当？うちのはもうゴシゴシちょっとはいお疲れみたいな速度で京ちゃんもだよ。なんで男の子ってああなんだろう。ねえ、みゆきさんとエミさんって今日知り合ったのよね。なんだかもうずっと前からの親友みたいだけどお姉さん同士仲良しさんだね。でもってフェイトちゃんと一緒のお風呂って初めてだね。うん、そうだね。どうしたの？緊張してる？そうなのかな、そうなのかも大丈夫だよ、別に怖いこととかないから。うん、一緒にいるからね。うん、ありがとう、ナノハ。こっちはこっちで、またベタベタと。みんな仲良しさんだ。じゃあ、みんなこっからは自由行動。帰る時間になったら、私とエイミーが探しに行くから、みんなは自由に遊んでてね。はーい。じゃあ、みゆきちゃん、レッツゴー。おお、二人とも素早い。私たちも早く入ろう。うん。はい、すみません。失礼します。脱衣所ここか。おお。はあ、すごい。綺麗やね。広い。綺麗。かっこいい。車椅子でもスムーズに入ってこられたな。段差が全部スロープになってるのね。車椅子の置き場所もあるって。あ、あそこだわ。あ、本当だナイスバリアフリーや、さすが真相回転。ロッカーはと、私とハヤテちゃんはこっちで、ビータちゃんとシグナムは向こうね。あ、ハヤテちゃん、お手伝いしましょうか。へえよ、一人でできるから早く入ろうっと。ほら、家じゃないんだぞ、服を脱ぎ散らかすな。ちゃんと片付けるんだからいいじゃんよ。公共の場でのマナーを言っている。だ、うるせえな、うちのリーダーはよ。それ以前の人としての心構えだ。それにお前は日頃から少々だらしないところが。まあもう、チクチクうるせえな。うるさく言われるようなことをしなければいいだろう。ちょっとおっぱいがでかいからビーキになるなよ。なんだそれは、なぜそんな話が出てくる。むやみに胸に栄養やってっから、そうやって心の余裕がなくなるっつってんだよ、このおっぱいマジ。おっぱ、貴様ここに直れ。レバンティのサビにしてくれる。なんだと、どっちこそグラファイゼンの頑固な汚れになりてえか。あー、これこれ、喧嘩する子には夕食後のデザートが出えへんよ。だってこのおっぱい魔人が。誰がおっぱい魔人か。誰が。シグナム、あなたそんな格好で大きな声で恥ずかしいから。ビータも真っ裸でそんな恥ずかしいよ。うん、私は別に。まあ、つまらんことで喧嘩したらあかん。ほら、二人とも謝って仲直りや。リーダーをバカにするような物言い、悪かった、ごめんなさい。私も些細なことで大人げなく熱くなった、すまなかったな。はい、仲直り、めでたしや。とりあえず裸で歩くな、タオルを巻いておけ。へえへえ。シグナムも早く脱いじゃって、みんなで一緒に行きましょう。ああ。うん、そやけどシグナムのは私も超羨ましい。な、隠した。 あなたはそのまだまだこれからですから。まあそうやねんけどな、
シャワルもかなりナイスな感じやけど。シグナムのはどないや？ええ、実は正直、ずいぶん前から微妙な敗北感と密かなコンプレックスが。シャマル、お前まで。そうやろ、私も超触らしてほしいなとか思うんやけど。いいじゃないですか、別に。うん、いや、せやけど、私が超揉ませてとか言ったらシグナもきっと真っ赤になって、もう切腹とかする覚悟で気をつけして両手を後ろに組んでキューッと目閉じてどうぞとか言いそうやし。うわ、そんな感じっぽい。ハヤテちゃん、私たちのこと本当によく理解してくれてますね。そやから言わへんね、な、シグナム。ありがとうございます。何その微妙な疑問形。もうシグナム、早くして。ああ。まあ、ほんまは一緒に寝てる時にこっそり触ってんねんけどな。あ、いいなそれ、今度私もやろうっと。シグナムってどんな感じ？ぽよぽよというか、ぷにぷにというか。なんだか妙に気恥ずかしいんだが。気のせいよ。私はデスクワークだけど、時々肩と背中もきつくって。あ、座りっぱなしの人にいいストレッチがあるから、後で教えてあげるよ。本当？ありがとう。うん。あー、それにしても、気持ちいい。楽しそうね。ちょっと混んでるけど、どこか空いてるところはあった。あったあった。はあ、なんかいい気持ち。ごめんね、隣いい？あ、どうぞ。私は家のみんなと、あなたは？私も友達と友達のお姉さんたちと。そうですか。このお風呂気持ちいいわね。あ、そうですね。はやてちゃん、暑くないですか？うん、平気。ああ、いい感じや。大丈夫ですか？こちらに。よいしょ。では、私たちも失礼して。ああ、いいお湯ですね。ああ、本当だ。ほんまや。でも、この辺はちょっと湯気が多いですね。もう少し見通しが良い方がいいんですが。いや、これも風流でええやん、温泉気分で。ですね。あ、シグナム、表にプチ露天風呂とかあるんやよ。オープンになってて、空を見ながら入れるんやって。それは、なんとも素晴らしい。後で抱っこして連れてってな。はい、お供いたします。ちっちゃい子がいたから世間話とか。そっか、菜の葉たちどこだろう。みんなでジェットバス行こうと思ったんだけど。うん、私も探してたんだけど、あ、いたいた、あそこ。こんなに広いお風呂だなんてすごいね。こっちの世界でもこの国の人たちって特にお風呂好きだから。エイトちゃん、背中流してあげる。いいの？
もちろん、アライックはみんなでお風呂の醍醐味だよ。じゃあ、お言葉に甘えて。あ、そういえば、アルフさんとエイミーさんに聞いたんだけど、フェイトちゃん、一人で髪洗うの苦手なんだって？いや、別にできないわけじゃないんだよ。ただ、目を開けられないだけで。じゃあ、後で私が洗ってあげるね。ああ、フェイトちゃんの肌は綺麗だね。すべすべだよ。ありがとう、ナノハ。なんだろう。なんかもう、どうにも気恥ずかしい光景が。もう少し、そっとしといてあげようか。もう、今だけね。後で二人まとめて連行するから。じゃあ、それまでミストサウナとか行ってみる？うん。